これマジでやばいですよ。チャンネル史上最大級の危険物を運搬中です。皆さんこんにちは、ポテチン TV のポテチンでごじゃる。いつもご視聴いただきありがとうございます。へいしさてこれ何かと言いますと、アサリのむき身を常温で1週間放置したものです。いい感じで濁ってます液体が濁ってます。うわ、今日はご覧の通り雨なんですけど、ちょうど良かったかもしれない。雨の中このアサリのむくみを使って穴釣りをやりたいと思います。ちょっとね、今日は雨の予報ではあったんだけど、風ほとんどないはずだったんだけど、結構風もありますね。まあでも風裏のところでやりたいと思います。いや、雨が降ってれば釣り人の方結構いないかなって思ったから、これね、釣り人の方がね多いところで釣りするとね、すごく迷惑になるやつカメラマンさんも退く、うん、たじろく、わかんないけどやつだって手プルプルしてるもん私これね、開けるの怖いんですよ。まあなんせ今日なんで仕事帰りにこの雨の中釣りに来たかっていうと、まあさっき言ったように雨だったら釣り人の方少ないから、さっき私が持ってた危険物あれで迷惑かからないっていうのと、あとねもう一個理由があって、これ以上あのアサリを自宅で保管するのが難しいと思った。ワンチャン近所迷惑になるんじゃないかなって思ったから、まあちょうどいいかなと思って今日来た。だってなんかね、程よくタッパーの蓋がポコってなってたんだよ。まあまさに腐敗ですかね、あれは。腐敗と発酵って違う、まあ同じ現象なんだけど、腐敗って人間にとって結構都合の悪いやつでしょ。で、発酵っていうのはほら、豆腐じゃない、豆腐は発酵してないよ納豆、それ、大豆発酵したやつそうそう、今回の餌のアサリなんですけど、常温で放置してたんですが、今鹿児島の気温って最高気温が18度とかあるんですよ。ちなみに今日の気温は20度ぐらいだった。すごく暖かいから、いい感じでアサリたちの発酵腐敗が進んでると思うんですよね。で、途中4日目ぐらいにちょっとだけパカって蓋開けてみたの。もうすでに匂いがやばかった。以前エイをね、ホンオフエという形にして餌にしたことがあったんですけど、その時のホンオフエは匂いがどちらかというと酸っぱい感じだったんですけど、今回のはね、また違う香りがしましたよ。それがその後3日経ってどうなってるか。あれ？あ、話しちゃった。どこだ？はい、今日の仕掛けはブラクリです。穴釣りといえば、だいたい皆さんブラクリ使いますよね。で、これに餌つけていくんですけど、さすがに素手であれ触りたくないから、ちゃんとグローブ持ってきた。この距離で匂いがする。うわー、これダメなやつだよ。これほら、見えますか、この濁り具合。怖い。行くぞ。あ、やばい。あ、ノー。これ、ホーフ、超えた。臭い。
皆さんに匂いが届きますか。ごめんなさい、すいません、臭い。これ誰、これ誰ですか、こんなのを餌にするって言ったのは。いやでもつけなきゃしょうがないからね。あ、いやなんか匂いがなんか全部につきそう。そもそもなぜこれかっていう、今回の穴釣りの餌がこれかっていう理由なんですけど、あの穴釣りをするにあたってね、まあ、いろいろ皆さんどんな餌を使うか私調べたんです、いろいろ。で大体の方がそうですね、青虫だったりとか本虫で、お魚だったらサバの切り身とかを使ってる方が多かったんです。でね、そんな中ある記事を見つけたんですよ。その方は穴釣りをするためにアサリを買ったらしいんです。お、アサリかって思って、そこまでは良かった。ただ夏場にアサリを買ってそれを冷蔵庫に入れるのを忘れて放置してしまったらしいです。まあそれは夏場ですから腐りますわな。まあしょうがなくそれを穴釣りの餌に持って行ったらしいんです。そしたらお友達と行ったんでしょうね。他の方はほとんど釣れなかったのに自分だけ爆釣だったって書いてあったんですよ。そんなバナナと思ったので、あ、でもね、ほら、疑うのは、私やってもいないのにそれを疑うのは良くないなって思ったから、とりあえずやってみようと思って。鹿児島気温高いからさ、18度ぐらいだったら全然いけるかなと思って、あの日光に当てたりとかしてたんです。お世話してたの、この子の。そしたらまあこんな状態になって、まあ臭いと。ちょっとこれでも、これで爆釣したらね、みんなやりだすかもしれないよね。ってことで、魚釣り餌シリーズの本オフに続いて第2弾腐敗編です。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。気に入ってくれるかな、ここの魚たち。いや本当に臭いよ、だって置いてるだけで臭いもん。さあ早速つけていき、うわー、つけていきます。うわー、くっさくっさ、いやくっさ、いや嘘じゃないですよ。あの嘘だと思う方ちょっと一回やってみてください。あ、いや意外といけるかも。これなんかね、ドロッとなんか溶けちゃってつけられないんじゃないかってちょっと予想してたんですよ。意外と持つか。うわー、くっさい。手がプルプルするぐらい臭いんだけど。あ、いや、やっぱ握りしちゃうな。やっぱ弱ってますね。ドロドロしてる、ドロドロしてる。あ、でもこれでいいかな、いけるかな。ちょっと私ね、ここのポイント来たことないので、どの穴がいいのか分かんないんですけど、とりあえずここにします。なんかいるかな。あ、臭いの降りてった。よし、着いた。これで釣れたら流行るかな。これ結構危険な餌ですよ。だって持って釣り場に持ってくるまでの間にわってなっちゃったらもう車とか終わるからね、これ。しばらく待ちます。初めて使う餌って緊張するよね。私だけかな。釣り具屋さんからの情報では今の時期が穴釣りにはすごく最適らしくて、とてもいいサイズのカサゴとかが釣れるらしいんですよ。無反応、魚とかびっくりしてそうじゃない。なんか降ってきた、すごい匂いの降ってきた。まあ、でもね、人間の私にとってはちょっとうっていう匂いかもしれないけど、魚たちにとってはすごく美味しそうな匂いかもしれないよね。
コーンオフェの時もそうだったもんね。ゾウリエビ釣れたしな。とりあえず今何も当たりなかったんですけど、餌がちゃんとついてるかどうかだけ確認して、もしついてたら、取れちゃったのかな、と当たりはなかったよね。あ、じゃあとりあえず青い染め持ってきたから、今日試しにというか、なんかこれがちょっとダメだった時用に、ここにそもそも今魚がいたのかどうかをちょっと確かめよう。はい、青い染めつけました。そもそもまずここに魚がいるのかどうか確かめます。いってらっしゃい。さっき当たり全然なかったけど、でもアサリが身が柔らかすぎて、ここそこだね、ちょっと引っ張っただけで取れてたんだったら、魚いる、当たってるってる。ということはアサリは食べられたってことか。青いソミ結構大きいからね。まだだ。あ、すんごい食べてる。いっぱいいるのか。めっちゃ食べてるな。さあ走れ。ちゃんと針まで。今どれぐらいまで食べたかな。いますね、お魚はいますよ。青い染め美味しいかい。うわー、もうちょい。ぐんと。すっごいいっぱい。めっちゃ食べてる。あー、もうちょい。あー、食べ終わっちゃったかな。いた、魚はいた。しかも結構空気ありますよ。ほら、全部めっちゃ綺麗に食べてる。いたね。これは、アサリも食べられてたんですね。この勢いだったら多分すぐ取れちゃうかもね。あんまり持ち良さそうじゃなかったもんな、あのアサリ。とりあえず今食べてたのが何の魚か確かめたいから、青い染めで一旦釣ろう。一旦釣ってからもう一回アサリに戻そう。ね。楽しいね。あ、いる、当たってるってる、早い。あれ、ちょっと反応悪いな。あ、え、いや、大きいのがいるかもよ。あの一瞬でなくなったよ。石田釣りと一緒ですね。こうやって小魚がバーって食べてると大きなのが寄ってくるでしょう。当たってるってる。ついてる。うん、ついてる。金魚だった。うわ食べてる。あ、これは石餅の方か。黒星石餅の方だ多分。ついこの間ポテチン図鑑で書いたやつ。違ったらごめんなさい。金魚か。穴を変えてみます。金魚っぽいのになっちゃった。当たってるってるだけども、ほっ、あ、ついてる。ついてるけど、なんか、うん、デジャブ。そうだよね、金魚数多いもんね、いっぱいいるもんね。リリースします。場所チェンジしたらいきなり結構いいあたり来た。
取られたんじゃない今。取られたかもしれない。結構いい当たりだったよ。あ、ちょっとあと一口残した。悔しい。でも金魚じゃないかも多分ね。多分ね。お、ほら来た。当たってる、てる。グンって引くんだよね。ほら。なんか違うぞこれ。青いそうめんの尻尾の方だけ食べて味が気に食わなかったのかな。チェ、本虫じゃないのかよって思った。だって本虫あんま売ってないんだもんな。本虫養殖できないかな私。さあここで再び登場いたしました。臭い。笑えるぐらい臭いですよ。魚がいることは分かったから、さあこれで釣れるかどうか。さあ当たりは、あ、当たってるってる。よべ、食べてるよ。あーでも餌持ち悪そうだもんな。これでなかったらちょっと、つけ餌としてはなんか食べたはいいもののうおーと思って離したとか意外と持ってたね。もう一回入れてみよう。魚もびっくりしたのかもしれない。まあまあ当たりはあるけど、そんなに大興奮して食べるかって言われると微妙なとこかな。まだ虫餌の方がわわーって食べてる気がするね。季節も関係あるかもしれませんけどね。記事書いてた方は夏って言ってたから、魚のね活性が高い時期ではありますよね。けど食べないことはない。これでもし何かしらね食べれるお魚が釣れたとして、また私は使うかって言われると使わないかな。あの結構リスキーですこれ。アサリはね普通にボンゴレとかにして食べたいです、はい、あ腐らすのかちょっともったいないって思いながら、もったなんか腐らせてたもんね。腐らせてた、発酵させてた。ちょっと青いそめで普通に穴釣りしましょう。あれついてるけど食べなくなったもん。お腹壊したんじゃない。大丈夫かな。本当はねあのアサリの汁をね、この青いそめって匂いちょっと弱いからしゃぶしゃぶってして入れようかなって思ったけど、あんまりあれでお魚テンション上がってなさそうだったからやめた。普通でいい。ちょっとライチが開かないのでうろうろすることにしました。そこがいいな。潜んでそうなところ。いないね。外れた。なんかみんなさ、こういう角みたいなところを狙ったりするよね。おお、いい感じ、いい感じ。こっちから狙うかな。こういうとこだよ。あ、ほらほら、いたいた。やっぱ当たってるってる。やっぱ釣れる人のは参考にしなきゃね。あー、合わせの早かった。まだついてるかな。え、小さいのかな。あ、よし、ん？これはちょっと金魚じゃないかもしれない。
程よい重さが、うわあ、ちょっとシマ模様になっただけでした。でもちょっとレベルアップし、レベル1からのレベル2ぐらいになったんじゃない？あ、大きい顔が見えない。大きい大きいっぽい大きいっぽい。いたいた魚いた。ちょっとびっくりした。よしよし、かかったかかったやった。あ。あまり喜ばしい魚じゃなかった。残念。ちょっと違う魚かと思った。またトゥルトゥル。よし、来た。よし。さあ、次こそ。次こそ。まだ見ない、まだ見ないよ。なんだろう。なかなかレベル2からラブアップしない。石持ちしかいないのか、ここは。うん、ついてる、ついてるぞ。レベルアップなるか。で、トゥントゥントゥンって。石持ち、なんかここの海は石持ちに乗っ取られてるらしいですよ。来ました、来た来た、やっと来た。わあ、やっとやっとレベル3ぐらいの傘が来た。やった。もはや穴釣りじゃなくて投げてた。ちっちゃいよ、ちっちゃいけど。リリースだな、ちょっとさすがにかわいそうだもんね。リリースしますけど、でもあの今日はレベル3まで上がったね。今度はレベル10を目標に頑張ろう。ありがとう、やっとカサゴくれた、カサゴくれた。持ってけ。よし、来た来た来た。あ、結構いい引きするぞ。あれ、さっきのより大きいかも。やったやったやった。あ、うん、やったじゃないや。大きいとは思ったけど、なんか変な色してる。大丈夫これ。え、これもし、え、なんか初めて見るカラーだよ。ルアーみたいな色してるね。え、これ赤笹のハベラかなって思ったけどさ、こんなお腹のとこ黄色じゃなかったよね。え、なんだろうこれ。おし、あー、バレちゃったバレちゃった、話しちゃった。ほっ、ん、あ、ついてるついてる。よし、みんな穴から出て外にいたんですかね。ん、ちっちゃい、ちっちゃいカサゴだよ。かわいい。リリースします。これはリリースサイズです。あー、たっつるってる、早い早い。ほっ、よし、来た。お、これもいい引きするぞ、いい引きする、いい引きする。今日一じゃない？あ、え？今日一でかいのが釣れました。がしかし、ターゲットじゃない。静かに鳴くか。演舞。赤笹のハベラです。なんかここの赤笹のハベラはすごいカラフルですね。結局なんだかんだありまして、直下は一番大きいのがベラで、今回の釣行は終了いたしました。結果として魚釣り餌シリーズの不敗編は
大失敗大失敗、まあとりあえずあの臭い餌を家で作るっていうのはちょっとやめた方がいいかなって思ったのと、まあ迷惑がかからないようにすればいいんじゃないかな。釣れないことはないと思うよ、魚は食べてたからね。あとまあ鹿児島のお魚たちは腐ったアサリはあまり好きじゃないっていうフォローができないまあでもね、何でもやってみるのは大切だなっていうことが分かりました。以上です。次回のポテチン TV なんですが、まだ皆さんが今まで使ったことがないんじゃないかなっていう餌を使いたいと思います。それね、私が初釣りの今年の初釣りライブ配信の時に使った餌なんですけど、これいろいろいいんですよ。なんかちょっと詳しくは言えないんですけれども、それを使った調光動画になりますので皆さん楽しみにしていてください。ということで、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね。バイバーイ。